バックス世界一。アメリカ初日特攻服で行ってほしい。いや無理やろ、普通に考えて。アメリカ初日特攻服で行って何になるん？面白いか？それ、その向こうには特攻服という文化があるのかは知らないが、面白いかな。でも特攻服で行くのは嫌だ、シンプルに。やっぱ俺アメリカ人生初めて行くんよ。そんなに海外って行ったことなくて、俺アメリカって人生で初めて行くんやけど、やっぱ映えたい。うん、アメリカに行く目標は映えたい。俺は映えるようなおしゃれな服装で行って、もうジャージとかでいいか。もうやばいそれは。もうおしゃれな服で行って、そのカフェに昼間から行って、もうあんな社長とかさ、金太とかが夜中酒飲んでわーみたいな。So cute. Oh, yeah. やっとや。あんなんない、ないないない。俺はもうないよ。あんなの。何がいいんあれの。そのお酒飲んでわーみたいな。いやもう俺はもうお昼に、おしゃれなカフェ行って、写真を上がる。いやけどもう俺のティックあれよ。インスタとかは上がらんよ、そんなストーリーで。その女の子とか、そのお酒飲んでるとか、もう全然上がらんと思う。何を着て、そう、逆に時差がちょうど良くないと思う。昼にしか上がらんけん。お昼に、その、おしゃれなカフェで、その、おしゃれな、俺、おしゃれな映え写真が上がるぐらいだと思う。だけど何も面白くないと思う。うん。もうお酒とかそういうの、もう古い古い。古い。アメリカどうです？最高。いやまだ何も味わってないやろ別に。確かに。何を前知ったん、まだこの短時間で。皆さん乾杯。あ、乾杯って日本語か。チアース。チアース。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。